昭和44年当時の同学園入園案内パンフレット大田区立岩井養護学園はかつて東京都大田区が千葉県安房郡と山町に設置していた全寮制の公立養護学校。1983年3月閉校。健康学園としての役目は大田区立立山さざ波学校に引き継がれた。房総の南端近くに位置し、北は のこぎり山を屏風として、寒風を遮り、東は、富山はじめ一連の山続き、西は、東京湾の外郭に面した、祝いの地は、実に、常春の国と言える。また、背後に開けた高地は絶えず新鮮な野菜と果物を、供給し、近海は常に鮮魚をもたらし、遠浅で穏やかな夏の浜辺は、海水浴に、公的の地。誠に、地形、気候。 物産に恵まれた土地である。その上、教育環境として、これまた悪影響を及ぼすようなものは、全くない。還元すれば、自然的、人為的に絶好の教育の場である。1広さ敷地、各建物の広さ昭和44年当時の、同学園見取り図敷地3491平方メートル、延べた鉄砲1190平方メートル学習室4。 寮室4、食堂82平方メートル、その他調理室、職員室、職員控室、浴室、休養室、治療室、教具並びに、器具室など運動用設備、ジャングルジム、鉄棒、運転、ブランコ、半頭棒、重量を上げ、その他職員1、教諭4、ほぼ4、看護婦1、栄養士1、作業員3、 用務員一児童資格を託立小学校児童3、4、5、6年男女収容期間年2期に分けて、通年制、在園期間は1か年を本体とし、希望によって継続入園を認める。年末年始は家庭で過ごす。夏の暑熱、冬の寒冷を避けて学園で過ごす。同学園生門側からのただずまい入園は、当該校長の認可したものを、さらに、 行為の診断と保護者、児童との面接によって決定する。まかない費、月額4500円。ただし、家庭の事情により減免できるその他学級教材費、遠足教授費、雑費等了室内の様子経営方針学園の児童は家庭を離れて遠隔の地に来て、集団生活を営むものであるから、全職員の温かい雰囲気と自然美に恵まれた環境とによって、 情緒豊かに明るく楽しい学園生活ができるように努める。同学園食堂での食事風景学園の児童は、そのほとんどが虚弱児であるから、特に栄養と衛生の管理に重点を置き、あらゆる手段を尽くして健康の回復と増進を図る。教育目標英学習並びに行動方面における個人指導に重点を置き、恵まれた環境を十分に利用し、 心身ともに健康な児童の育成を図る。B 自然に恵まれた現地で、近海漁業の事情や園芸、陶芸などの観察により、創造性と研究態度を要請する。C 団体生活により、共同、自主、自立の精神を養い、責任を重んじ、勤労を楽しみ、社会奉仕への実践力を養う。学習活動英学園は、寮生活、養護、給食。 学習全般にわたり24時間すべての場が皆生きた教材であり、教師は常に児童と起業ともにし、したがって学習活動もその場、その場において児童、教師一体となり、常に話し合って問題の解決にあたる。B 全般的な傾向として、巨弱体質から来る学習意欲の低さと長続きせぬ飽きやすさがある。この点、学習そのものが児童の負担となり、 疲労の原因とならぬよう、個々の指導の徹底を図る。行事教室棟での授業風景園外、行事目的地貯水地、養蜂場、川中樹園、小池武道園、甲羅、岩井袋、岩部の関、大祖鉄、熱帯植物園、採石場、観音山、大国山、宝大山、のこぎり山、田子台、菅沼鉄工所、砂山、富山、須野崎灯台、 誕生時、六夜山、マザー牧場、東京湾観音、ニエモン島、フラワーセンター、なめ川アイランド、山本陶器場その他行事水泳、花火大会、餅つき、クリスマスイブ、キャンプファイヤー学園の1日、気象6時30分レコードで、気象、カンプ摩擦。レコードで目覚めと同時に検温、その場に立ちカンプ摩擦を6分間行う。清掃。 洗面6時50分職員室、食堂、洗面所、衛生室、それぞれ職員が各所について児童と共に作業を行う。散歩と運動7時10分交互に行う朝食7時40分、職員児童全員が共に食事をする。学習8時30分12時日曜は自由昼食12時5分。 学習1時2時30分土日曜は自由軽音3時おやつ3時10分おやつ、牛乳自由時間3時30分5時20分、自由な遊び、海岸散歩、運動、その他。晴天の時は、戸外で遊ぶように指導する。清掃5時20分に夕食5時40分食後の、段々自由学習6時30分読書、復習、予習、日記。 その他入浴7時30分確実30分ずつ、男女婚浴で、確実交代で入浴する。同学園1日の日課表終身8時は磨き、方針本学園における給食は、児童の偏食強制と完全栄養食保持のため、献立会を開き、1週間の献立表を作り、全職員が協力の上、正しい食生活を実施する。 献立て作成献立て作成においては特に次の点に考慮している。A. 児童の必要栄養食に応じたものであること。B. 児童の好み、消化吸収、美味を考える。C. 常に変化に富んだ献立てであること。D. 使用食品は季節のもので新鮮なものを選ぶ。E. 常に目新しい献立て、または食品を取り入れる。F. 食品は なるべく安くて栄養価の高いもの。G、腐敗しやすいもの、中毒やその他の疾病を起こしやすいものは使わない。H、家庭的な雰囲気を味わうような献立、盛り付けに気を配る。I、特にビタミン類やカルシウム等の不足を補うために七分付きやビタバレーを使用する。昭和44年4月24日から5月3日の1週間献立表。J、祝日。 誕生祝い、その他行事の時は特別献立をする。祝い要望学園会一、遠浅の海清らかにと歌われし、祝いの浜辺美しく、桁垣き富士と松風に明るく素直に学びゆくああ楽し、祝いの学び者に、小塔はまた群れ遊びいると歌われし、祝いの浜辺夏きなば、赤きンナも咲き乱れただしく強く育ちゆく、ああ嬉しい祝いの学び者。 昭和44年度版学園用欄並びに、学園の紹介パンフレット http://www.sty.ota.tokyo.jp:/kyouiku、ok、スラッシュ。ありがとうございます。